ラビとは、ユダヤ教においての宗教的指導者であり、学者でもあるような存在。複数型はラビーイム。英語圏では、ラバイと発音する。ヘブライ語、ラビーラビとは、ラブラブ派、死の派生語であり、我が死という形である。イツハクラビニアラビノビチラビマウクスというような性にある、ラビーンは、アラム語の複数形である。また、アラム語、ラッバーンロビン。 チーフラビはサンヘドリン長に与えられたラビよりも上の称号である。ラビを呼ぶときはラビというように生の前にラビをつけて敬意を表す。ラッベーヌーとなると我々のラブで特にラッベーヌーという場合はモーセなどを指す。アラム語の対応型がラッバーン、ラバンで古代のサンヘドリン長のことである。ラビーの語の母ムチョコンはアラビア語のハキームに対応し、 イスラム圏での学者や医者も、やはり、賢者と呼ばれた。なお、アラビア語で、ハーキムとなると知事を意味する。ラビは、宗教的指導者ではあるが、昨今ニュースなどで、ユダヤ教の宗教的指導者の、と言われているように、中央集権的な強い政治的影響力を持つ、わけではなく、地域で行われる宗教的な行事を取り仕切るなど、どちらかといえば、 日本の神社の神主や寺の住職に近い。また、旧約聖書の研究をするなど、中世キリスト教の神学者にも似ている。古代から中世は、ラビは、他の聖業を持つものとされていたが、16世紀以降、ラビの専門的な職業化が進む。チーフラビとは、ある地域での宗教上の代表者のことである。1930年代。 ベルリンの改革派ラビ養成学校が一人の女性にラビの資格を与えたがナチスによって虐殺された。1960年代フェミニズムの発展と共に再建派、次に改革派において女性にラビの資格を授与するという要求が起こった。正当派でもこの議論がなされている。ラビレジーナ・ヨーナスは1935年にドイツで正式に承認された。 女性初のラビ。1944年にアウシュビッツ強制収容所で死去。ありがとうございます。